この公園に何か楽しいことはないかなって伊坂あめ坂は冒険心に駆られながら見回してみたり。わあ、思ってたより広い。遊具もいろいろある。ブランコに砂場にシーソーって、伊坂あめ坂は品定めしてみたり。あれ、あの子地面を見回して何してるんだろうって伊坂あめ坂は不思議に思ってみたり。草むらにもベンチにもないですね。落としたのならこの公園だと思ったんですけど。キョロキョロして何か探してるのって伊坂あめ坂は初対面の人に親切にしてみたり。びっくりしたのです。公園で遊んでいた生徒さんですかね。実はうっかりライターを落としてしまったんですよ。多分この辺りに落ちていると思うんです。もし見つけても危ないので絶対に触らないでほしいですよ。ライターを、うん、わかったって伊坂あめ坂はうなずいてみる。約束ですよ。さてと、もう少し物陰も探してみましょうか。なんだか大変そうだねって伊坂あめ坂は心中を察してみたり。伊坂もライター探し手伝うよって伊坂あめ坂は提案してみたり。え、本当です？でも危ないから手伝わせるわけにはいかないのです。約束は守るから。それに任せてくれたらすぐにでも見つけるよって伊坂あめ坂は豪語してみたり。じゃあ2つ約束してほしいですよ。探すときは必ず2人一緒に、見つけたら触らずに報告する。これを絶対に守ってほしいんです。約束してくれるです？わかった。それじゃあすぐに見つけてやるぞって伊坂あめ坂は早速捜索を開始してみる。おかしいな、探しても探しても全然見つからないって。伊坂あめ坂は腕を組んで頭を悩ませてみる。でももう公園には他に探すところなんてないよって伊坂あめ坂は打ちひしがれてみたり。そうですね、おそらく清掃ロボットがゴミとして持って行っちゃったんだと思うんですよ。これ以上付き合わせるのも悪いですし、そろそろ諦めてライターは買うことにしましょう。そうだ、待って、まだ最後の手段があるよって伊坂あめ坂は妙案に顔を輝かせてみる。だから諦める前に、あなたが今日公園に来るまでどう来たかを教えてって伊坂あめ坂は聞いてみる。最後の手段です？わかりました。ですね、朝起きてしばらく家でのんびりした後、学校の用事を済ませてスーパーでお買い物をして、公園で一休みしてから家に帰ろうとしたんですよ。その途中でライターがないことに気づいたんです。なるほどなるほどって、伊坂あめ坂は何度も深くうなずいてみたり。移動ルートは自宅、学校、スーパー、公園。このルートに落ちているライターを探し出すだけ。伊坂ネットワークの力を持ってすればすぐさま見つかるはずって伊坂あめ坂は確信してみる。え、誰も見ていないのって伊坂あめ坂は絶望的な事実に愕然としてみたり。あの急に頭を抱えてどうかしたんです？さすがの伊坂もすっかりお手上げだよって伊坂あめ坂は降参してみたり。よくわかりませんが、その最後の手段もダメだったってことですかね。仕方ありませんですね。他で落とした覚えもない以上、これで探すのは終わりにしましょう。ん？落とした覚えもないって伊坂あめ坂は何かひらめくものがあったり。実はポッケに入ってるんじゃないかなって伊坂あ
美坂はわずかな可能性を提示してみたり。まさかですよ。そんなボンミスありえません。気になるなら今すぐポケットを逆さにして証明を。あれポケットからライターが出てきたです。やっぱりって美坂は推理が当たって喜んでみたり。おかしいですね。最初に探したはずなんですが。でもどうして気づけたんですか？人間は何かなくしたと思ったら自分から遠いところにあると信じ込んでしまう生き物だって、美坂は本で読んだ一節を語ってみたり。つまりは灯台元暮らしだよねって美坂は一言でまとめてみる。なるほど、本当にその通りでしたね。見つけてくれてありがとうなのですよ。うん、無事に発見できてよかったよかったって美坂は一安心してみたり。でも見つけたそのライターで何をするのって美坂は今更用途を聞いてみたり。え、それはもちろんタバコを吸うためですよ。子供がそんなことしちゃダメだよって美坂はあなたの体を心配してみる。先生は子供じゃありませんよ。こう見えても立派な大人なんですから。冗談だよねって美坂は虚言を疑ってみたり。本当です。大学を卒業して学校の教師をしています。信じられないなら運転免許証も見せますよ。なんですとって美坂は驚愕してみる。でも確かに人を見た目で判断したらいけないし、人が見かけによらないってこともあるよねって美坂は先入観で人を決めつけてしまったことを反省してみる。いいえ、よく言われますから。分かってもらえたのならそれでいいんです。あなたも見かけは子供さんだと思ってましたが、すっごい頼りがいがあって頼もしかったですよ。そうって美坂はもじもじしながら照れてみたり。まあ美坂もこう見えて精神は立派な大人だしって美坂は背伸びをしてみたり。本当に助かったんですよ。あ、そうだ、お礼にアイスでもご馳走しちゃいます。本当に？やっほーいって美坂は素直に喜んでみたり。大人ぶったり子供っぽかったり、忙しくて天真爛漫で可愛らしいですね。いいことをしたら自分に返ってくるって本で読んだのは本当だったんだって美坂は信憑性のないオカルト的なジンクスに胸を躍らせてみたり。これはもっといいことするしかないよねって美坂は張り切って